シュタウフェンベルクはドイツ連邦共和国ニーダーザク先州南部のゲッティンゲン郡に属す町村。同州で最も南に位置する市町村である。シュタウフェンベルクの町境はカッセルの門前にあたり、ヘッセン州との宗教を成している。その境界線はシュペーレ地区の北西から古田川沿いに遡り、ニーステタール、ザンダースハウゼンの直前で南に向きを変える。 町境はその後再び、ヘッセン州との宗教を形成ながら、昔のシュマグラープファドを越え、ニーステタールの背後にまで伸びている。ここから、境界は、東方向に向きを変える。境界線は、ザンダースハウゼン・ラントベールハーゲン街道を横切っている。ここには、現在もハノーファー王国とヘッセン選定工領との国境を示す標石が残されている。境界線は、 ニーステの高台からカウフンゲンの森、ウムシュバングを越え、ヘッセン州の町、クラインアルメローデにまで伸びている。境界線はここで北西に向きを変え、カウフンゲンの森を通って、空売での向こうにあるシュタインベルク自然有効の家の、背後、シュタインベルク鉱山やレンガ工場付近まで伸びる。その後、町境は宗教を離れて、西に向かい、クローセシュタウフェンベルクの背後を古田川まで伸びている。 シュタウフェンベルクは、その大部分が、ミュンデン自然公園南部に位置している。ジッヒエルンシュタイン上市1973年の地域再編に伴い、ベンテローで、エッシャーローで、ラントベールハーゲン、ルターベルク、ニーハーゲン、ジッヒエルンシュタイン、シュペーレ、シュピーカースハウゼン、ウシュラーク、ダールハイムが合併して、大きな自治体を形成した。名前は、 ルターベルク地区近郊にある二つの山、クライネ・シュタウフェンベルクとグローセ・シュタウフェンベルクに由来する。グローセ・シュタウフェンベルクは6世紀からすでに玄武岩を産出しており、近くに位置するかつてオーバーゲリヒトミウンデンのアムト・ジッヒエルンシュタインの本部であったジッヒエルンシュタイン城の建設にもこの岩が用いられている。語尾のマイナスローデが示す通り、多くの集落はもともとは 森の中の開墾地であった。カール大帝の時代に、当時のザクセンのヘッセンガウ及びカウフンゲンの森に、ヒッディが、ハクとして封された。ヒッディの息子アージクの名前は、現在もエッシェローデ地区で見られる。図柄、赤字、銀の山の上に、金の柱頭飾りがついた銀の柱が立っている。金のグリップがある銀の巨子状の鎌が互いに葉を内側に向けている。 山には銃の石からなる強壁が3、4、3という配置で積まれている。鎌と柱はブラウンシュバイクリューネブルク港の株と飾りが変形したものでアムトジヒエルンシュタインまたはオーバーゲリヒトミュンデンの印象として用いられていた。株の丸く膨らんだ部分はグローセシュタウフェンベルクを象徴化したものであり、積み上げられた銃の壁石はかつて独立した町村であった。 この街の各地区を意味している。ヒューネンフェルト地元のハンドボールクラブ HSC、ラントベルハーゲンは、カッセル、バルデッケ別イルクソーバーリーガでプレーしている。このクラブは3年間ハンドボール分で3スリーガ2部でプレーしたことがある。フルダタール橋、クラーゲンホーフ・シュタウフェンベルクへは、例えばアウトバーン A7 号線のインターチェンジ、シュタウフェンベルク、ルターベルク IC、または、 カッセルノルと IC を利用する。シュペーレ地区には、ハレカッセル鉄道の駅がある。高速鉄道路線ハノーファービュルツブルグ線が、町内を通っているが、停車駅はない。この路線は、ミュンデナートンネルで町内に入り、ミューレンコープフトンネルで町内通って、古田タアルハシクラーゲンホーフでこの町から、すなわち、ニーダーザック先週から離れていく。ありがとうございます。